さんこんにちは、ピアノ教室応援コーチ星名陽子と申します。この動画のシリーズではですね、正しいピアノ教室の選び方、しかもですねお子様編、お子様がピアノを習いたいな、もしくはお子様にピアノを習わせたいなといった保護者向けのね動画になっております。ご自身がピアノ教室を探しているっていう方はですね、また別途そういった動画配信しようと思いますので、まずはねお子様編ということでお聞きくださったら嬉しいです。はい、そういったことですね、私のこと初めてだという方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、星名陽子と申します。私は、音大を卒業しまして、そうですね、ピアノも3歳ぐらいからやってたんですけども、音大に行きまして音大を卒業しまして、25年余りピアノ教室を主催しております。今はちょっとね、活動の趣が少し変わってしまったのですが、それでも今15名の生徒さんが来てくださってですね、日々楽しくレッスンをしております。なのでですね、ピアノ教室ということはちゃんと分かっております。またですね、もう一つ、私ピアノ教室応援コーチということで、12年ぐらい前からピアノの先生を応援する、そういったサポートもしております。今までにですね、ピアノの先生200人と1900時間、コーチングのセッションをして、先生たちの目標や、教室の、ね、品質向上、レベルアップなんかに、をサポートしております。またですね、全国にセミナーに行きまして、ピアノの先生向けのセミナーをしてるんですけどね、そうですね、コミュニケーション、スキルをこうお伝えしたりとかですね、そういったことで、年間50回ぐらいのセミナーで、でこれまで3000人ぐらいのピアノ先生たちとお会いしたんではないかと思うんですね。そういったことで、たくさんのピアノ教室を知ってるということで、今回、そのたくさんのピアノ教室の中から、皆様がね、どういったピアノ教室を選んだらお子さんも幸せになり、お父さんもお母さんも幸せになれるか、そういったことでね、お役に立てればと思い動画を配信させていただきます。ぜひお聞きください。はい、そういったことでですね、この動画の全体像なんですけども、情報ということでね、一つ、お話しさせていただきたいと思います。で、2番は、皆様の希望や要望、そういったことについて、お話しさせていただきますね。で、3回目は、まさに正しいピアノ教室の選び方、これちょっと重要になりますので、ちょっとボリューム増えますが、ここお話しさせていただきたいと思います。で、4番目は、実際どういう行動に移したらいいか、そういった行動ですね、皆様が行動に移す、そういったことについてですね、何回かにわたって、お伝えしたいと思います。ぜひお楽しみになさってください。